ご視聴ありがとうございます。キヨです。マリオカート8デラックスやっていきます。はい、スタート。はい、というわけで今日は骨クッパ使っていきます。カスタムは相変わらず空豆号にローラータイヤに紙飛行機です。さあ、最初のコースはサンシャイン空港というわけでね。さあ、このコースね、俺の得意コースだから頑張って1位取りたいんだけど、1位でこのアイテムなかなか強いんじゃないでしょうか。ただね、トゲが来やすいからね、ちょっとトゲだけ、後ろ潰しときたいけど、ちょっとな、バックスナイプあんまり得意ではないから、まあ無理せず無理せずって感じだな。よいしょ。さあ、でもこの赤コーラの威嚇能力はなかなか強いんじゃないの？あれ、抜かされるか。うりゃ。あれ、なあ、ちょ、ま、洗ってる？当たってんのか。よくわかんないけど。まあまあ、これでコインも10枚になったところですし、2位とも結構離れてますね。いや、骨クッパね、やっぱね、スピード速えわ。めちゃめちゃ速い。ただやっぱちょっと曲がりづらいからな。なるべく被弾しないようにしていきたいところではある。さあ、2位とも結構差が開いてきました。あ、ちょっとミスって、危ない。はい、じゃあそこちょっとミスるとコース外になるから気をつけないと。さあ、交換して、ちょっと前投げちゃったけど、あー、お、コーラ来てるね。どこで受けるか。空中で受けられないか。これはいいんじゃないの？ナイス。回避じゃなくて、軽減ですね。危な。これは1位取れたんじゃない？いけるでしょ、これは。このまま、ゴール。はい、しょいしょ。ナイス。はい、続いてのコースはピーチサーキット。よし、ゴー。というわけで引き続き骨クッパーでやっていきます。とりあえずコインじゃねえ、アイテム取ってコインか。前は赤コーラ、これはちょっとまずい。前出ちゃったらちょっとしんどいな。譲りたいけど。はい、どうぞ。お雪なさい感じでね、やっていくんですけど。さあ、どうしようかな。潰せるけど、潰しちゃおうか。はーい、バイバーイ。さあ、ここに小餅、確実に取って、確実に取っていく。どうしようかな。このキノコの使い時なんですけど。あ、取られたか。じゃあ、まだほじってていいですね、これは。よいしょ。あそこのショートカットで使おうか、じゃあ。あ、ちょっとかばってる。よいしょ、貯めて、ここで使って、あれ？間すり抜けた？その巨体で。あ、コーラ来てんのか。空中で受けられるか？あ、受けられるね。よいしょ、トゲ経験も、この、よいしょー。さあ、ちょっと前が見えないんですが、ういしょー。2度3で4位か。そこ。もう一回当たるんちゃう？あいつ。かわいそうに。当たんないか。さあ、インをつけなくて。おお、マジか。ちょっと痛いな。できればキノコ使いたかったけど。まあまあ、キノコ使ってる途中に3台振るよりは、マジか。おっと、ちょっとミスってるミスってる。気をつけろよ。なすりつけるぞ。はい、使っちゃおうか。交換するべきか？ちょっとミスってるな、いろいろと。危ない。危ないって、危ないって。ふいや。無理か？当たってる、なんか。
まあ3位というわけで悪くないでしょう。